いや緊張した、投げる瞬間。はい、アウトスターこちらを使って、まあ、スキッピング水面パッパッパッパーっていう動きをして青物を狙っていきたいと思います。さあさあ、今から1時間半ぐらいかな。よし、まずは飛ばす、バビューンって。でもうこれだけです。竿をちょん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 しながら早巻きで、ポイントは沖にルアーがあるときはちょっと強め、手前に寄ってくると次第に弱めってすると動いてくれます。もう目立つスタイルならもっとパン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 って糸弾いてあげる。そしたらウエイトが当たってカチ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 音も追加されるんで、プラス水しぶきとか綺麗に出てくれるんで、でこの首振りの幅を広くしたい人は気持ちリーディングゆっくりめにしてあげると綺麗にスラックが出て、ルアーは左右に首を振りながらスキッピングしてくれます。逆にこのスピードが大事な人は本当小刻みにこんな感じでやってあげる。で魚がバーッ追ってきたらちょっと緩めて食わせの間というか、ちょこっとだけスピード落としてあげたりすると、それがいいバイトチャンスになって綺麗にパコーン出てくれるんで、こういう釣りでは、まあ一日っていうか、そのね、朝まずめ夕まずめ一まずめこれでやりきってもいいし、とりあえずこれで出なければそのね、ミノを投げるなりメダルジグ投げるなり次の展開に持ってってもいいし、パイロットルアー的なで使っていただいたら、うわ、出た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 、こうやってよそ見したら出た、追いやってこられましたよ。しかもイワシ先生じゃないですか本日イワシ先生じゃないですか、あれ、ありがとう、毎日俺の前でワクワクさせてくれて。あそこにもいますね、来てる来てる、いいよ。ただこれで出るかっちゅう、よっしゃ出た、よっしゃよし、はあ、進行方向読み当たったわ、綺麗に出たね。あとは取るだけや。ブリですね。どこまでも行くね。多分10キロあると思うけどな、1メーターの。そこにあげようかな。へばっちゃってんじゃないのあんた、ねえ、よし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 、イエーイうるえい、もう10キロぐらいぶり、アウトスター、ベイトパパパッと逃げて、まあ、このブリの進行方向を予測して綺麗にはまり、まあこのスキッピング音も鳴るんで、あんだけベイトがワシャワシャ折ってもやっぱり標的になってくるんですよね。音がないとどうしてもルアーが標的になりづらいんですけど、すんごいカタ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 ってうるさい音するおかげでちゃんとこのブリの標的になって、ガチーンとパコーンと、やばいブリがうるせえせえの、うわ、こんな感じでシーバスだけじゃない、青物のね、こういう釣りにも
バッチリ使えます。アウトスター沖の人気者になってくれました。あざっす。